こんにちは。2017年7月14日です。前回のケント・メリーの記事に続きまして、今回そのルート上にございます、セブンスターの木、親子の木、そしてルート237に入りまして、カンノファーム、深山峠、フラワーランド上富良野、そして鳥沼公園というふうに走ってまいります。今日は非常に気温が高くて、外気温は34度、外気温度計は34度を、示しております。室内温度計の方は30度を示しております。また NHK 夜7時のニュースでここ1週間ほど画面上にブルーの枠が組んでまして、そこに、高温注意報、水をたくさん飲んでください、熱中症にならないように気をつけてください、ここの気温は何度ですというのが常時、表示されておりました。普段そこには、地震があった時に震度何棒ですとか避難注意報が出ましたというのが出る緊急の画面なんですが、それが夜7時の NHK のニュースで、ずっと出る状態、本当に、珍しい、状況が続いておりました。今回はこの暑い中、その暑さを体験しようということで、半分、出てきた気持ちもあります。車の方はさすがにこの温度になりますと、エンジンのパワーダウンが感じられます。特に3速に入った時、普通ですともう少し回転が伸びて、加速がいいんですが、どうも加速が鈍いです。多分気温がこれだけ高くなりますと酸素飽和濃度が下がってしまってエンジンパワーが出ないんじゃないかなというふうに思います。高度が高くなりますと空気が減るんで、その分の気圧センサーがついてますんで、それで補正はするんですが、酸素濃度の補正までは多分してないんじゃないかなというふうに、感じられました。仮にしてたとしても、そうだけのパワーを出せるだけの酸素の空気がなかったということのようです。そしてエアコンの方なんですけども、ダイヤルが1から4段階まであるんですが、その3段階にしてます。シングルエアコンでレバーを真ん中にしまして、内気半分回し、外気を半分入れる状態です。外気ばっかり入れてますとちょっと冷え気にないんで、内気を半分回すような状態で、室温の方はやっと30度を保っているというような状況です。それで初めて実感したことがあるんですけども、この車は電圧制御の車になってます。いわゆるバッテリーの電圧をある程度コントロールすることができます。いわゆる省エネ車で、加速の時に、充電をやめ、オルタネータの発電をやめて、そして減速の時にオルタネータの発電を強めるというやり方、そしてバッテリーが少なくなってきますと、ある程度常時オルタネータを作動させますよというような制御が入ってます。それが今回その減速の時にブロワーの音が非常に力強く、回りました。その時に発電してるんだなというのを実感しました。そして、加速の時に音が小さくなりました。これは発電をオルタネートの発電を弱めて、バッテリーからの電気が流れてるなというのを感じることができました。そして、この車はアイドリングストップ車ではないんです。したがって、ディープサイクルバッテリーといいまして、充電放電をたくさんやっても耐えるだけのバッテリーがついてないなと思ってましたら、後で調べてみたんですが、ディープサイクルバッテリーがついてました。アイドリングストップ車から比べるとそれほどバッテリーの負担は少ないんじゃないかなと思うんですが、やはりこの充電制御の車にはそのようなバッテリーがついているようです。シングルエアコンで北海道で、これで十分だなというふうに思ったんですが、これだけの気温になりますとこの広い室内を冷やすのはもう能力いっぱいいっぱいの状態になったようです。そしてこのセブンスターの木を見まして親子の木に行ったんですが、どこが親子の木だかちょっと分かりませんでした。カメラを向けている方がいらっしゃったんで、これがそうなのかということで、見てまいりました。それから、カンノファームに行きました。ここは丘のところに、植えてますので、ちょうど国道上からここにあるなというのは十分、認識できる場所にございます。
それから深山峠、ここは峠といいますか、ちょっと丘を登ったところみたいです。大きな白い、観覧車が、お客さん乗ってなかったようなんですが、ぐるぐる回ってました。そしてちょっと行きますと、フラワーランド上富良野というのがありまして、そこに行ってみました。ここは広大な畑でたくさんの、花が咲いていました。ラベンダーも咲いてたんですけども、ちょうど結婚式の写真を、撮ってました。最高の時期の最高の写真だったと思います。いい思い出ができたんじゃないかなというような時期だと思います。そこで中にはこうトラクターバスというんでしょうか、トラクターで後ろの方に、キャリアのところに人が乗って、場内を10分間で回るというそういうようなものもありました。ここはバギーは走ってないようです。大きな売店がありまして、中で、いろんなものとか、飲み物なんかを、売ってます。そこを見まして、それから、鳥沼公園というところに行きました。ちょっとマイナーのところなんですけども、青い池と同じように、ブルーに見えるということだったんで、ちょっと行ってみました。時間的にちょうど凍りついたのが、3時頃だったんで、太陽が下がってしまったんで、多分太陽が真上にあるときにはブルーに見えるんじゃないかなというふうに思います。非常にこう浅い池で、小さな鳥がいました。で、中に泳いでる魚も見えました。ちょうど昼ですと、非常に綺麗に、写真が撮れるところ、そして、木も立派な木がたくさんありました。キャンプも多分できるんじゃないかなと思いますけども、ちょっとここ夜一人でキャンプするにはちょっと嫌だなというような、感じで、昼間行くのはいいんですけど、ちょっと夜は相当度胸がいるようなところでした。今回はこの夏の美瑛そして富良野ということで、2回にわたって、動画をアップさせていただきました。長時間にわたり、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。Thank you.